マソゲームズです。はい、今日はですね、マソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回は何をしていくのかと言いますと、巨大全自動水槽を作っていきたいと思います。はい、まあ、前々回ね、確か、クリエイティブの世界で作ったものをね、ご紹介したと思うんですけど、あれをね、サバイバルで作っていきたいと思います。まあ、拠点広がったんでね、そういうのもようやく作れるようになりました。で、アイテムもね、一応こういう風にね、用意しました。氷、砂、ホッパー、魚などね、まあ、地図埋めたことによって結構簡単にね、取り行ける。うん。迷子になることはなくなったんで、はい。まあ、簡単に作れる。うん。作れるはず。だと思うんで、ちょっとね、はい、やっていきたいと思います。で、まずはですね、作っていくのに先立ちまして、暗くしなきゃいけないんですよね。暗くっていうよりも、松明があると氷溶けちゃうじゃないですか。ですんで、まずね、この松明をここからどけてあげます。ちょっとね、ゾンビが出そうで怖い。怖くはあるんですが、トンと。多分ここら辺だったらね、高いから大丈夫。よし。まあこんな感じでしょうか。はい、ではね、実際に作っていきたいと思います。まず一番最初ね、必要なのがね、砂、そしてこのね、片焼き粘土、まあ粘土じゃなくてもいいんですけど、たまたま僕色合い的にね、これが使いたいなと思って、はい。でちょっと後ろはあえて開けといて、通れるぐらいのスペース、1、2、3、4、5、はい、5の8ですね。2、3、4、5、6、7、8、こんぐらいですかね。あ、ちょうどいいかもしれないな。あ、どうしよっかな、1個変えましょうか。9にし、2、よし、ここは粘土にして、はい、5のこの中を砂で埋めます。5、6、7、8でここまでですね。はい、ここを掘って、ここ粘土ゾーンです。ちょっと分かりづらいかもしれないですけどね。トン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 。そしてここを砂で埋めましょう。よーし。まあ割とね、サクッと、作れる。材料さえあればね、割とサクッと作れるんですよね。まあ僕が間違わなければね、それ前提なんですけど。よし、はい、こんな感じですかね。で、これで端っこにね、こういう風に砂を立てます。1、2、3と、はい。そして真ん中はここチェストを置きます。トントンと、はい、こんな感じでーす。まあこれだけでもね、十分ぽく見えてはきたんですが、この外側をまた粘土で埋めていきましょう。まあ、粘土、何色の粘土でもいいと思うんですけど、まあ見栄えよくっていう意味でこの粘土は使ってます。トン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 、はい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 、はい、どうでしょう。まあこれだけでもちょっと見栄えいいっちゃいいですね。はい、でここで早速氷を使います。で、氷なんですけど、シルクダッチのね、アイテムがないと、まあ作れはしないんです、取れないんですが、こういう感じで、これ溶けないよな、ここ。この光源ちょっと近すぎるかな、大丈夫かな。まあこんな感じで氷を置きます。まあ氷だとこの境目がね、なくなるんですよ。っていうか、これ邪魔だな、地図。境目がなくなって、でさらにこうね、なんか水っぽく見えるじゃないですか。それでね、こういう風にしてるんですが、で、ここでまず飾りをちょっといろいろつけていきましょう。で、飾りなんですけど、枯れ木と、あと何かな、枯れ木と、あとこちらのね、ツタですね。こういうのを使っていくんですが、まずは、どうしようかな。これでいいんだよな。まずここはツタ。で、いいかな。ツタを置いて、で、ここは、ここも、砂でも置きましょうか。はい、砂を置いて、で、ここにこういう感じ、はいはいはい。で、枯れ木とか置いちゃう。まあこういう感じでね、ちょっとだけ、うん、
飾り付けをします。でさらにここも氷をポンポンと置いちゃって、ここは後ろにこういう風にね、はい、つるを置きます。まあ、後ろに置くことでほらこっちからも一応見えますよね。まあ、滑っちゃう滑っちゃう。でここにもポンポンと、はい、置いてトントンと置きます。ただここでちょうど水通るポイントになるんで、このね下はいりません。はい、こうすることによって置けますからね。はい、でここを削りまして、あ、間違えた、削る前に何でもいいんですけど、ここにホッパーですね。あれアイテム全部とりあえず持てばよかったな。ホッパーが必要なんで、ホッパー、とりあえずホッパーだけでいいや。ホッパーをこのように置きましょう。ホッパーの置き方、まあこういう風にね壁につけるような感じですね。でこっちにも、まあ、流れるような感じでホッパーを置いて、でこれもこっちに流れるように置きます。まあここは後で掘って実際にいろいろ使うんで、まあこういうことにしといて、はい、これでだいぶ実はできてきました。まあだいぶって言ってもそんなでもないんですけど、ではここからさらにね氷を高くしていきましょう。ドトン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 、よし、氷氷、氷が溶けないよね。おっとっと、滑る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 、よし、はい、こんな感じ。結構高さ必要だから氷もね、うん、思ってたより使いますよね。まあ今のところで見るとこんな感じ。あ、濡れてるね。あの氷の近くにいると狼は濡れる判定になるのか。まあ今ね見るとこんな感じです。まあちょっと水中っぽい感じしません？するよね、だいぶね。よし、じゃあこっちから登って、はい、さらに立てていきます。でこういう感じですかね。でここでこの上から、水が一応流れるようになります。この上から流れるようになるんですけど、はい、まあ一応、あ、ここか、俺ずれたか、間違えたかな、ちょっと待って、あ、そうですね、ずれてんな、ここの、あ、やべ、あーっていうことがあるんで、ぜひ皆さん気をつけてください、作るとき。まあ、今のでさっきこうね、せっかく貼ったツタとかは消えちゃいましたよね。結構ねこれね、前回こうクリエイティブで作った時もこういうミス、まあ、こういうミスっていうか、まあ、同じような分類のミスですね、あったりしたんで、まあ、ほんと気をつけていただきたいなと思うんですが、ここはこっから水が流れるのかな。あれでもなんか間違えてるかな、こう来て、まあ、合ってるはずなんだよな。でここにですねホッパーを置いていきます。まあ、あ、ドロッパーですね、ドロッパーを置くと。でドロッパーが下向きでジャンプしながら、はい、こういう風に上から行ってスルスルスルーっと、まあね、流れるような感じですね。ここのルート、ここから水が、魚が出て、はい、まあ、ここはぶっちゃけて言うと何のブロックでもいいんですけど、どうせだったら氷じゃなくて粘土にしたきましょうか。トン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 、まあこんな感じです。でここは結局なんかいろいろ使うから、まあこんな感じにしといて、まあ色合いがねぐちゃぐちゃなのは置いといて、まあこんな感じで設置します。であとはレッドストーン回路やっていくんですが、まあ、こっから、水の流れでね、ルートを作りましょう。トン。トン。はい。よし。よし。そうです。こんな感じでね。はい、流れますね、ここ。で、さらに、ここは、2段目を、こう流していきます。
二段目流していくんで、トン、ここは使わないから、はい。こういう感じにしといて、こんぐらいかな？こう流れていく感じですね。で、ここにもトン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 と、はい。こっからスルスルっと流れて、こっち側に行って、水が、この部分まで来るようにね、はい、なるはずなんですが、まあこれとかあればっかりでね、ちょっと分かりづらいよってね、思う方もいるかもしれませんが、まあこういった感じですね。はい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 。悪くない。悪くない。イメージ、一応イメージ通りってイメージ通りですね。で、ここも閉めちゃって、ここも閉めちゃいましょう。で、さらに1個ずつ置くと。あえてね、今回多分編集まだしてないですけど、まあ撮影してるからね、今ね。撮影してる最中だから編集してないですけど、あえてノーカットでいこうかなってね、ちょっと企んでますけどね。まあノーカットの方が後で見てて分かりやすいっすよね。あーでもどうだろうな。建築に関してはそっちの方が分かりやすいかなと思ってたりもしたんですけど、そうでもないのかな。でもって魚をちょっとゲットして、よし。まああと使うものは水とかですよね。基本的にはもうここにあるものすべてで、うん、できちゃう。はい、じゃあ正面から一回見てみましょう。まあ、正面から見るとこんな感じですね。うん、まあ何が何だか分かんない、正直ね。今何が何だか分かんない状態ですけど、よし、こっからよん飛ぶと、まあ、こういう風になってますよね。じゃあ一回ここに水流してみましょうか。試しです。テスト走行じゃないですけど、テストで、はい、ここに置きます。そうすると水が流、あれ、もう一段上かな。あ、これ間違えてたかな。ちょっとこれ上すぎたかな。上すぎ、上すぎ。もう一段下ですね、こっからね。間違えてた。まあ、シルクタッチの、これがあるんで。よし。ちょ、間違えてましたね。なんかね、やけに高いなとも思ったんですよ、確かに。今間違えで、ここですね。高さを、ここから一段下げて、ここにするんですね。はい。これでちゃんと行くはずかな。もう一回テストしてみましょう。はい、水流しまーす。トン。お、いいね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 。で、下まで行って、お、ぴったり、ちゃんと行きましたね。まあ、これ、言うなれば、この、魚あるじゃないですか。これが、ぴょんと、流れていきます。おー、魚が生きてるように動く。からの、ここでゆっくりな速度になる。お、生きてるようだ、まるで。そして、ちゃんと、こう、回路の中にね、入るというね、感じです。まあ、ちゃんとできた、よかった。で、この動いてる魚だけだと、なんとなくね、僕的にね、寂しいなって思ったんで、ちょっとでもね、こう、魚感を出したかったので、はい。フグとかね、こういう魚をここに飾ります。こうすることでかなりね、なんか見栄えが良くなる、良くなったんで、はい。で、あと普通の魚か。はい、まあこんな感じかな。こんな感じにしときましょう。よーし、いい形で一応できてます。で、こっからはまず回路作りに行こうかな。まあ、一回正面から見といて。おー、悪くない悪くない。あれ？一個高かったかな。まあ、いっか。まあ、ちょっと大きめのね、水槽になっちゃいましたけど。はい。じゃあ、こっから回路作りしたいと思います。その前に、一回ね、ここ暗いから、ゾンビとかね、出たら嫌だなと思って、一回お休みしに行きましょう。お休みお休み。あ、でね、結構ね、ここ、家の中っていうか街に、またね、ドアを結構たくさん置いてます。まあ、ドアを置くことで、村のね、判定、村人が村と、
認識するところがね、若干変わっちゃうんですけど、もういっかと思って、今まではトラップ、アイアンゴーレムトラップとかね、そういうものの関係があったんで、はい、ちょっとあの村のね位置ちょっといろいろ調節してましたけど、よし、じゃあ一回水取りまして、でここで回路を作っていきます。で回路なんですけど、ちょっとね深めにここまず掘るんですよ。掘りまして、はい、こんな感じで、ここにブロックを置きます。でこっちにも置きます。でまずねここにね、どうだったっけな、いいんだよな、ここにレッドストーンリピーターをこっちの角度から置きます。でここにその上にレッドストーンを置きまして、でここを、あれくそ、一つ足りなかった、一つアイテムが足りなかった、はい、レッドストーンですね、レッドストーンが足りなかったんですけど、レッドストーンを置きます。これでつながりましたね。で次はレッドストーンコンパレーターっていうのかな、コンパレーターですよね、をこちらの角度から置きます。はい、でさらにここにレッドストーンを置きます。はい、まあ、ここまではねなんとなくわかりますかね。でさらにですね、丸石です、丸石をコトーン、こんな感じで上につなげていくように、すいません、こういう感じです。こうすることで魚が多分来る、ほらほらほら、魚が自動的にね、ほら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 、流れてきたかな、流れてくるかな、来たー。で下のホッパーで回収されて、ほら上に流れてきますね、ほら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 、あ、氷も流れていっちゃった、あ、砂もちょっと流れていっちゃってるけど、まあ、こういう風にほら魚も来るし、あの自動的にね循環するようになるんですよ。ちょっとね途中のレッドストーンの付け方ね間違えちゃってたんですが、今ね修正したものをね見ていただいて、そういう風にやっていただければなと思います。はい、こんな感じ、こんな感じ、よしよしよし、じゃあ今のこの魚を回収して、これを流しちゃいましょう。魚今4匹いるんで4匹流しましょう。せーの、ゴーゴー、あ、やべ、まあいいか、丸石も流しときましょう。でちゃんと流れるか確認ね。はい、ちゃんといきますね。はい、これで OK。 あとはここを締めれば完成になるんですが、ちょっと見た目よくしたいんでここをね削ります。よし、オオカミくん、オオカミくん、よし、オオカミくんここ座ってて、まあ番犬ですからね、オオカミくんはね、よし、これで締めますと。村人さんもいますね、ここにね、はいはいはい、よし、トントントンと、おお、ちゃんと流れてるよ、ほらほら、ちょっと水っぽさが結構出ちゃってるけど、まあ魚が泳いでるようにも見えなくもないよね。うん、勘弁してください、そこは。でここはですね、このね砂岩ブロックを使うとちょっとね映えるんですよね、なんかトン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 、よし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 、どうでしょう、イエーイ、ちょっとさらに見た目良くなったね。クルクルしてるけど、どうしたどうした、魚見てんのかな、流れてる魚見てんのかな、美味しそうだなって見てんのかな、いいな村人さん。で上も締めちゃいたいんですが、ここはいらないブロックだからしやっちゃって、トン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 、でちょっとねあんまりこのブロック、ここはね見てもしょうがないところですから閉まっちゃって、はい、しまいます。
はい、もうここもしまいましょう。もう封印ですね。もうひたすら、よし。あ、うちゃうちゃうちゃう。あ、回収しちゃった。よし。さらに粘土。粘土足りるかな？足りないかもしれないな。違う色にしてもいいんですけどね。ただここね、ちゃんと蓋をするとね、また見た目も良くなるんですよ。ちょっと、本当はね、もうちょっと濃い茶色のブロックで、ここの蓋はしたかったんですけど、はい。ということで、こちらで完成でーす！イエーイ！はい、マスオの拠点に巨大なこう水槽ができましたね。もうちょっと手前に作ってもよかったのかな。アクアマリンブロックやっぱ使いたい。うん、まあアクアマリンブロック使うためにね、あの海底神殿また冒険しに行くのもいいなとも思いますし、あの床ね、あの拠点っていうか、あの家の床のところをもっと石ブロックに変えたりとかして、こうゴージャスな感じにねすればさらにいいと思うんですが、まあ無人でもね動くこういう機械的なのが作れたのは良かったなと思います。はい、ということでね、皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ういー、ちゃんと流れるよね、いい感じです、嬉しい。はい、ということでまた何かね作っていけたらと思いますので、ぜひぜひよかったら見てください。ということで以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。